京都製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。オト、VTuber さんは好きですか？もちろん好きですよ。いやそうだよ ね、 ね、お姉ちゃんもめっちゃくちゃ大好き、うん、なんとそんな私たち兄弟にぴったりの全く新しいクイズ企画を私発明してしまいました。なんとその名も VTuber 参戦クイズ。ほう。で今回は恒例のサトチーさんに問題を作っていただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。でルールなんですけれども、はい、これからある VTuber さんの紹介映像が流れます、はいはい、で流れたら早押しでね、はい、誰の紹介 VTR かを当てるクイズとなっております。ほう。ただ映像が流れる前に事前にヒントが出てきます。なるほど。なのでマニアであればあるほど早い段階で正解できるというクイズとなっているんですよ。いやいい問題を作った、私企画を作った、私問題はサトチーさんだ、間違えた、まあ、全く新しいかどうかは別としてね、まあでもなんとなく、はい、ルールは分かった。まあね、とりあえずやってみよう。そうだね、うん、はい、もう絶対勝つ。いや負けないよ。はい、じゃあまず第一問。おい、あ、金髪、うんうんうん、いっぱいいるよね金髪。はい、いっぱいいるよね金髪。え、未来あかりさん。ちょっと待って、ちょっと待って、え、いや金髪と青しか出てないんだけど、早くない？どうですか？はい、いやいや、ちょっとこれは簡単すぎるよ。そうなのかな、まあまあね、金髪ね、金髪の時点で、うん、未来あかりさん、鈴木ひなさん、赤いハートさん、物のべアリスさん、この4名くらいには絞っていたんですよ、はあ、でもおそらくそのあたりが出題されるんじゃないかなって、まあ1問目だしね、うん、そこから背景の時点で未来あかりさんと判断しました。まあもうあとはねボタンを押すだけですから簡単ですよ。いやすごいなこの熱量。てか未来あかりさん、私の名前覚えてください。ネバセイココロです。ぜひネバセイオトもね、ついでに、あ、もうついでに覚えてください。もうそれ多い。え、てかもう早すぎ、ちょっと待って。いやいやいや、いや、まあまあ、まあ、第1問ですね、まあまあ、まだ情の口で、そう、ほら、まあ、次行こう、第2問目。国際的、ほうほうほう、うんうん、赤色、はい、あ、え、キミのミヤさん。いやいや、ちょっと出てたんだよ。え、姉ちゃん大丈夫、ついてこれてる？いや、全然めっちゃ簡単すぎだよこれ。いや、ちょっと待って、この特徴的な髪型とね、この印象的なポージング、ね、まあ、しかも国際的なヒントっていうからね、まあ、外国語に精通していると。君の皆さん一択でしょこれは。やばいな、もう、まあそうだけどね、はいはいはい、いや悔しい、これはちょっと早かったら私の方が。本当に？うん、分かってたと思ってるんだけどな。いやまあでもまあ早押しですから、うん、そうだね、まあ次行こうか、はい、はい、次か、3問目。紫、はい、え、ちょっと待って、え、浅野姉妹さん。あー、よし、いや、ちょっと待って、ちょっと、え、いやいや、ヒントしか出てませんけど。いや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 、紫っていうテーマからね。でまあこれまでの問題の傾向からしたら答えはすぐに出るんじゃないかなって思うんだけど。ああ、なるほどね。ゆりねの弟が良かった。は？いやそれ納得いかも。そんなん言っちゃダメだぞ。いやいやいや、でも正解できた、よしよしよし。いや、え、ってか早すぎなんだが、え、ちょっと待って。まあもうこれ傾向を見ればもう完全に分かるでしょ。え、ヒントの時点ではいっていうのはちょっと早すぎない？いやだってそのためのヒントじゃん。シルエットまでとりあえず見ようよ。姉ちゃんだよ、マニアックな人だったらもう、いやいやいや、早く正解できるかもっていう。マニアであればあるほど早い段階で正解できるという、もうその通りになりましたけどね。いや、次、5問目 ?4 問目は、方言、あ、方言、はい、はい、ちょっと待って、オレンジ、いや、シルエット見せて、ちょっとシルエット、いやいや、もう、いくよ、いい、あ、どうぞ。沖縄部、ネマういさん。あー、そうなの？よし、よし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 、嘘でしょ。はい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 、はい、かわいい、ネマういちゃん。あ、ここまで見たら私もわかるよ。いや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 、方言っていうヒントの時点でまずメインとなるのはその日本列島の4人に絞られるっていうね、うん、え、それは理解できて、いや、できてるよ、ますよね。ちょっとバカにしないで、はいはいはい、腹立つな。もう、あとは背景を見た時点でもう確定ですから、簡単としか言いようがないですね。やばいの、いや、ちょっと私答えたいんだけど。え、答えられない、早
ちだからね、しょうがないね。さて、次が最終問題です。はい、そしてなんと最終問題のポイントは1万ポイントです。いや、ちょっと待って、おかしいでしょ。この最終問題を正解した方が勝利です。というわけで VTR スタート。マジかよ。赤。はいはい。逆にね。逆に。あー、なるほど、そっか、そうきたか。逆にって何？あーね、そうきたか。何？でもさ、最終問題だからさ、そこ持ってくるかなっていうのはちょっとね、もうちょっとこうマニアックなところ持ってくるかなと思ったんだけど、ね、最終問題っていうからにもうちょっとマニアックな問題持ってくるかなと思ったんだけど、まあ、逆にそうくるか。いや、うん、まあ最終問題だからね、ちょっとあーこれは深読みすぎた感じあったな。勝利したので、この勝負私の勝ち。やった。いや悔しい。いや、まあしょうがないな。お姉ちゃんマジで音のこと舐めてた。もうちょっとにわかかと思ってた。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ればと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。